茨城県常陸太田市塩塩のパーさん。あ、すごい吊るされている。風がない、風がないから吊るされているけれども、みんな空を見上げてるんですかね。そうかも、みんなそうですよ、あの空を仰いでるんです。あ、いい天気、いい天気だなっていうことで空を仰いでるんですよ皆さん。今日はね、あの空泳いでるというよりも仰いでるんですよ、うんうん、でこの竜神、あ、ここですよね、竜神橋、バンジージャンプできるとこですよね。私はねしたことがないんですけれども、やった、うん、やりたくはないです、あんまりよく聞かれるんですけれども、やりたくはないです、バンジージャンプはしたくないです、うん、スカイダイビングもちょっと嫌ですね。でもあの見るのは好きです、人がやってるとこ見るのは好きですだからあの皆さんの、はい、こういうリポート見るのはとても好きですよ。ありがとうございます。丸星って言うと星も思い出しますね。きっとあの鯉のぼりさんたち空を仰いでるだけです、うん、綺麗なねリポートありがとうございました。おひさんの100万年記念ですか。あー、ツイッター50万人って言うとなんかあり得る数字なんで言わないです言わないでおきます。100万とかだったらまだ遠いのでね、あれですけれども、言わないでおきます。あのじゃあバンジーはしません、全くしません、怖いですからね。はい、ということでいただいたお出かけリポートをお送りしました。ぜひ素敵なゴールデンウィークをこの後もお過ごしください。では22時30分に番組を再開いたします。